思ったのにやっとけばよかったって思うことないですかあちらの世界とこちらの世界のあンたナがつながっているということなんですよ勝って兜の大しめよっていうようにね調子がいい時ほど気をつけないと足を踏み外すなんか思い当たることいっぱいありそうでしたけどあのーうん、お話ありがとうございました、はい、確かに自分にとって心地よいものばっかりやんでいると あとで大きな落とし穴があるんですね。な,なんか落ちても落ちてもなんかそれが普通の震災るような気まあ、どちらかというと、いろいろな職業を経験できた、これは私の人生の宝のような感じがしてまして、すごくあのいいお話が聞けて嬉しかったです。震災の時からずっとボランティアで行ってて、今もこう行ってて、なんかちょっとそういうお話をお聞き できたらなっていうのもありました。はい、じゃあ、チーズ。はいはい <laughs>